ウィニングポスト9 2021。4コーナーをカーブして、さあこれからです。名将ナルト先頭、あと 200m、 天の海猿追い上げてきた。天の海猿さらに突き放します。2番手はオーシャンブルー、天の海猿強い強い、天の海猿圧勝ゴールイン。2着はカレンミロティック、3着にオーシャンブルー、1番人気に応えました。天の海猿見事です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。凱旋戸長尾先頭、残り 200m、 先頭は凱旋戸長尾、2番手はスピンジョイ、凱旋戸長尾先頭、先頭は凱旋戸長尾、1着でゴールイン。2着はスピンジョイ、見事に勝ちました。凱旋戸長尾タレントリルパス完敗です。着外に沈みました。
さあ直線に入りました。ここの直線は短い。天野アンドロイド先頭、あと 200m。 天野アンドロイド意地を見せる。一気にグランドシティ、天野アンドロイド粘る。グランドシティ大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ネオバンクル先頭、あと 200m。 マイネルエテルネル先頭だ。ブレイズエターナル先頭、2番手はモグモグパクパク。ブレイズエターナル、ブレイズエターナル1着、2着にはどうやらモグモグパクパク、3着にマンボネフュー。見事に勝ちました、ブレイズエターナル。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。残り 200m、 ヌーボレコルト後続を大きく引き離しました。
後ろはどうだ、外から一気にハープスター、ヌーボレコルト、ヌーボレコルト1着、2着はハープスター、3着にウィンドタンブル、見事に勝ちましたヌーボレコルト。
こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。ジェットスキーオーバー前に行きそうです。カリスマゴート、それに続いています。さらにはデピティオブリック、14番コバートバーリー、その後ろジェットスキーオーバー先手を取りました。間が空いてウィッシングウィッパー、黄色の帽子オールウェイズベンチ、その後ろキューティーアイバー、この馬もこのグループ
トレブ、後ろから、その外にシグマデイズ、その隣にブラッシングマドンナ、その横にアンタアントワークス、すぐ隣にクライマックスライン、すぐ後ろにブリティシネマ。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。前はジェットスキーオーバー、2番手はコバートバーリン、間を挟んでカリスマグート、3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日曜王者、意地のぶつかり合いだ。ここで先頭変わりました。先頭はトレブ、リードは3馬身以上、その差が広がります。残り 200m、 後続はまだ後ろ。2番手はジェットスキーオーバー、トレブ、この馬で決まりか。トレブ独走、トレブぶっちぎりです。2着はオールウェイズベンチ、3着にジェットスキーオーバー。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。トレブ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天のスカイツリー先頭、2馬身から3馬身のリード、内で食い下がるエイシンスパルタン。残り 200m を通過して後続を大きく引き離しました。2番手はマイネルアウラート、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はマイネルアウラート、これは桁外れの強さだ。天のスカイツリー。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。残り 200m、 後続を引き離しにかかります。ダノンレジェンド先頭です。このまま押し切るか。2番手はカフェメロディー、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はカフェメロディー、3着にダノンキング、これは桁外れの強さだ。ダノンレジェンド。さあいよいよ直線の攻防。片野維新先頭、あと 200m、 後続を完全に引き離した。残り 100m、 2番手はバンドワゴン、片野維新、この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はアズマシャトル、これが世界の実力だ。片野維新。4コーナーをカーブして、さあこれからです。
天野イクメン先頭。しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。残り 200m、 ここで先頭変わって天野早草、2番手は天野イクメン天野早草、強い強い天野早草、圧勝ゴールイン。2着は天野イクメン、3着に当選ラー天野早草、見事な勝利です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天野 AKB 先頭、2馬身から3馬身のリード、内で食い下がる片野マイガール、あと 200m、 天野 AKB アドバンテージをキープ。後ろはどうか。2番手は天野フィックス天野 AKB、 強い強い天野 AKB、 圧勝ゴールイン。2着は天野フィックス、3着にフーラブライド、これが世界の実力だ天野 AKB。
Thank you.
Thank you.
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m を通過して天の小玉でしょ、伸びてきた。残り 100m、 2番手はダローガーデン、天の小玉でしょ、先頭だ。天の小玉でしょ、天の小玉でしょ、1着、2着にはどうやらダローガーデン、天の小玉でしょ。見事な勝利です。海外の馬にも引けを取らないその実力を遺憾なく発揮してくれました。ダートの本場アメリカで行われる芝の G1 レースです。世界中から集まったターフのチャンピオンの頂点に輝くのは果たしてどの馬か。ペガサスワールドカップターフ、まもなく発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはシンフォニーマイニング。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してシンフォニーマイニング花に立ちます。その後ろからはリトルマイク、この馬も上がっていく構えです。さらにはアーリーエピソセット、11番オビアスリー、その後ろシンフォニーマイニング先手を取りました。大きく離れました。ケアミスチョイス、この辺りで各馬第1コーナーに殺到していきました。並んで5番オーティアスブレイブ、すぐ隣にプレミエールドソルトイラストリアス、すぐ後ろボアステラス、そのうちに続いていますシャムティクニック、その前に進出カタノケイオン、この位置です。しんがりからオートジェム、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。9番シンフォニーマイニング、依然として先頭、すぐ後ろにリトルマイク、そして大きく離れてオビアスリー、この位置です。すぐ後ろにソルトイラストリアス、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ9番シンフォニーマイニング、シンフォニーマイニング、さらにリードを広げました。2番手はリトルマイク、間を挟んでオビアスリー、3番手カタノケイオン、まだ来ない。後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。あと 200m、 さあ先頭は今度はカタノケイオン、2番手はボアステラス、カタノケイオン、カタノケイオン、1着2着はボアステラス、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。カタノケイオン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。片野吉田沙織先頭、残り 200m を通過して、これは完全にちぎれた。後続を完全に引き離した。2番手はナイスピース、片野吉田沙織、この馬で決まりか。片野吉田沙織今ゴールイン、段違いの強さです。2着はナイスピース、これは桁外れの強さだ。片野吉田沙織
さあ直線に入りました。これからの勝負、肩の点上げ先頭、リードは2馬身から3馬身、内で食い下がるローブローザ、あと 200m、 後続はまだ後ろ、肩の点上げ先頭です。このまま押し切るか。2番手はローブローザ、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はローブローザ、これは桁外れの強さだ。肩の点上げ。4コーナーカーブから直線コースに向きました。アマノトラッカー先頭、外から勢いよくランフォルセ、ここで先頭に立った。ランフォルセ、あと 200m、 ランフォルセ、このまま振り切れるか。2番手はアマノトラッカー、ランフォルセ先頭だ。先頭はランフォルセ、1着でゴール。2着にはどうやらアマノトラッカー、3着にフォルテ、見事に勝ちました。ランフォルセ。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天野スパイダーマン先頭、残り 200m、 天野スパイダーマン意地を見せる。2番手はトリックエコール、天野スパイダーマン差を広げる。天野スパイダーマン1着、天野スパイダーマン完勝。2着はトリックエコール、これは桁外れの強さだ。天野スパイダーマン。4コーナーをカーブして、さあこれからです。肩のツイッター先頭、あと 200m、 先頭は依然として肩のツイッター。2番手は肩の山ガール、肩のツイッター先頭だ。先頭は肩のツイッター、1着でゴール。2着は肩の山ガール、3着に天野トゥルース、これが G1 馬だ。肩のツイッター。
Thank you.
さあいよいよ直線の攻防。エアソミュール先頭、1馬身から2馬身引き離す。成田アリゾナ懸命に追いすがります。外からコディーノ、エアソミュール先頭、残り 200m。 ここで先頭変わってコディーノ、後方から一気にエキストラエンド、コディーノ、この馬で決まりか。コディーノ1着、コディーノ完勝。2着はエキストラエンド、3着にアマノチレジカ。これは桁外れの強さだ。コディーノ。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ナイキマドリード先頭、内から凱旋セイバー、凱旋セイバー先頭、内からぐんぐんと凱旋セイバー。残り 200m、 先頭は変わって片野ガンバロウ、2番手は凱旋セイバー。片野ガンバロウ先頭だ。片野ガンバロウゴールイン。2着は凱旋セイバー、3着にエアハリファ。片野ガンバロウ見事1番人気に応えました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。エピセアローム先頭、残り 200m を通過して、さあ先頭は今度は天野ヘビロテ、天野ヘビロテ先頭、天野ヘビロテ先頭だ。天野ヘビロテ、天野ヘビロテ1着、2着はリトルゲルダ、3着にエピセアローム。天野ヘビロテ見事1番人気に応えました。
さあ短い直線に入ってここからが腕の見せ所、北高たる前先頭、外からサミットストーン、残り 200m を通過して後続を引き離す北高たる前、足色は衰えません。2番手はサミットストーン、北高たる前今ゴールイン、段違いの強さです。2着は微妙です。これが絶対王者の実力だ、北高たる前。
4コーナーカーブから直線コースに向きました。道慶ヘイロー先頭、外から里のギャラント、ここで先頭に立った里のギャラント、内から道慶ヘイロー、残り 200m 後続を引き離す里のギャラント、足色は衰えません。2番手は道慶ヘイロー、里のギャラント、1着里のギャラント、完勝。2着は道慶ヘイロー、3着に凱旋ストレイド、見事に勝ちました里のギャラント。4コーナーをカーブして、さあこれからです。栄新光先頭、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。あと 200m 後続を大きく引き離しました。2番手はマイネルフロスト、これは強い。栄新光この馬で決まりか。栄新光今ゴールイン、段違いの強さです。2着はエアアンセム、3着にマイネルフロスト、栄新光見事1番人気に応えました。
こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。スカイウォーカーリディ、ちょっと出遅れ。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。アキードモフィード前に行きそうです。ダンエクセル、それに続いています。スカイウォーカーリディ後方からの競馬、もう一度先頭から。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。先手を取ったのはカレラフライヤー、並んで古豪カナディアンドロール、その外からカラリムーブ、その隣にダンエクセル、すぐ後ろにアキードモフィード、さらにはコバートバーリン、サムアンロス、すぐ後ろ、その後ろにスカイウォーカーアリディ、赤の帽子オールウェイズベンチ、その後ろ、後ろからの競馬になりましたゴールドシップ。鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。並んで無敗のウィズコットン、セカンドプライマリン、この馬もこのグループ 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。その後ろからはエイブルフレンド、ここでダンエクセル先頭に変わりました。ダンエクセル後続を引き離す。2番手はアキードモフィード、間を挟んでカラリムーブ、3番手日曜王者、意地のぶつかり合いだ。先頭変わってアキードモフィード、1馬身から2馬身のリード。ダンエクセル懸命に追いすがります。外からゴールドシップ、あと 200m、 ゴールドシップ追い上げてきた。ゴールドシップ抜けた。後方から一気にエイブルフレンド、ゴールドシップゴールイン。2着はエイブルフレンド、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ゴールドシップ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
さあ直線に入りました。これからの勝負、フォーエバーモア先頭、外から勢いよく天野キャワタン、ここで先頭に立った天野キャワタン、外から勢いよくハープスター先頭、残り 200m ハープスター、このまま振り切れるか。2番手は天野キャワタン、ハープスター先頭だ、ハープスター1着、2着は天野キャワタン、3着にヌーボレコルト、見事に勝ちましたハープスター。さあいよいよ直線の攻防、モンストール先頭、外から天野蓮舫、ここで先頭変わりました。先頭は天野蓮舫、残り 200m 後続を引き離す天野蓮舫、足色は衰えません。2番手はダコール天野蓮舫、強い強い天野蓮舫、圧勝ゴールイン。2着はダコール、3着にモンストール、これは桁外れの強さだ天野蓮舫。4コーナーをカーブして、さあこれからです。モーリス先頭、差は3馬身、後続の手応えもいい、肩の維新、足色は十分、前に迫れるか。最後の追い比べ、先頭は肩の維新、残り 200m 肩の維新、余力は十分、さらに引き離していく。2番手はロサギガンティア肩の維新、強い強い肩の維新、圧勝ゴールイン。2着はロサギガンティア、これが世界の実力だ肩の維新。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天野はやぶさ先頭、後続大きくちぎれました。内で食い下がるウィンバリアシオン、残り 200m を通過して、後続は大きく離れた。2番手はウィンバリアシオン、天野はやぶさ強い強い天野はやぶさ、圧勝ゴールイン。2着はウィンバリアシオン、天野はやぶさ見事な勝利です。冬の熱い戦い、古豪注目の一頭、交流重賞ハンター本格化。
Thank you.
こちらオーストラリアのロイヤルランドウィック競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。エイトウィーナー好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくエイトウィーナー行きました。続いて前へ行くのはスイーティフランシス、さらにはフラグラントウィンストン、11番ペタードジュニアス、その後ろ先手を取ったのはエイトウィーナー、少し間が空いてタプローナース、オレンジの帽子オリエンタルグリーリー、その後ろジュリエコーン、そのうちに続いています。カレリーナカニディア上がっていきました。スイープホリデーすぐ後ろ、タタノツイッター後ろからになりました。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はエイトウィーナーまだ粘っています。2番手はスイーティフランシス、ペタードジュニアス、3番手タタノツイッターまだ動きません。後続も追い上げていきます。さあ先頭はエイトウィーナー、スイーティフランシス続いています。ペタードジュニアス続いています。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。スイーティフランシス先頭、外からタタノツイッター先頭、スイーティフランシス懸命に追いすがります。あと 200m、 後続は大きく離れた。2番手はアプローチクラーク、タタノツイッター今ゴールイン、段違いの強さです。2着はスワラージーイレブン、3着にアプローチクラーク、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。タタノツイッター、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さあ直線に入りました。これからの勝負、ローブティサージュ先頭、外からレディーオブオペラ、あと 200m、 ローブティサージュさらに足を伸ばす。2番手は凱旋ルイリー、この手応えはどうか。一気に凱旋ルイリー、ローブティサージュ、ローブティサージュ1着、2着は凱旋ルイリー、3着にリラコサージュ、ローブティサージュ見事1番人気に応えました。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。ラブイズブーシェ先頭、後続を引き離しにかかる。2番手はアマノアンドロイド、ラブイズブーシェ先頭、先頭はラブイズブーシェ1着でゴールイン、2着はアマノアンドロイド、3着にユニバーサルバンク、ラブイズブーシェ見事1番人気に応えました。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。宮古サミット先頭、前に迫る片野アベンジャー。さあ先頭に立ったのは片野アベンジャー。リードは2馬身から3馬身、あと200メートル、後続を引き離しにかかります。片野アベンジャー先頭です。このまま押し切るか。2番手はランウェイワルツ、片野アベンジャー今ゴールイン。段違いの強さです。2着はランウェイワルツ、3着にオリーブエピトーム。これは物が違う。片野アベンジャー。4コーナーカーブから直線コースに向きました。エイシンモアオーバー先頭、前に迫るセイクリムズン。さあ先頭に立ったのはセイクリムズン。さあベルシャザール一気に来た。残り 200m を通過して、ここで先頭変わってベルシャザール。2番手はランフォルセ、ベルシャザール。この馬で決まりか。ベルシャザール強い強い。ベルシャザール圧勝ゴールイン。2着はランフォルセ、見事に勝ちました。ベルシャザール、セイクリムズン敗れました。これは掲示板までです。短い直線に入って、後続は届くかどうか。天野女子会先頭、1馬身から2馬身引き離す。2番手はオリーブクヤック、マイネルメダリスト迫る天野女子会1着。2着はマイネルメダリスト、3着にオリーブクヤック。1番人気に応えました。天野女子会見事です。
Thank you.
それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。片野ポミョ、好スタート。綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけて片野ポミョ、行きました。先手を取ったのは片野ポミョ、天野クリリと、それに続いていますブラックキャビア、その前に進出。内からは金引きり、青の帽子、ダイワスカーレット、その後ろ金シャサの奇跡、すぐ後ろその隣に天野アイポッド、すぐ後ろに天野世界に花、その後ろに冒険ブルースリー、天野世界に花、そのうちに続いています。先頭は依然として片野ポミョ。ここで先頭が入れ替わりました。天野クリビーと片野ポミョ、2番手に控えました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭は金引きり、残り 200m、 金引きり余力は十分か。さらに引き離していきます。2番手は天の送り人、金引きり強い強い、金引きり圧勝ゴールイン。2着は天の送り人、金引きり見事このレースを制しました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。おっと遅れたのはダイワスカーレット。さあ先行争い、何が行くんでしょうか。片野ポミョ前に行きそうです。金シャサの奇跡、それに続いています。さらには金引きり、6番ブラックキャビア、その後ろ先手を取ったのは金引きり、少し開いてゼニアッタ、その隣に天のアミーゴ、ダイワスカーレット、この馬もこのグループ、その外から天のアイポッド、すぐ後ろに天のウクリビと天の世界に花、そのうちに続いています。並んで8番天の世界に花。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過していきます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。冒険ブルースリー、すぐ後ろ最後方に天の小泉、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。12番片野ポミョ、レースを引っ張ります。2馬身から3馬身のリード、大きく離れました。天のウクリビと黄色の帽子、金シャサの奇跡、その後ろこの辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、そして大きく離れて冒険ブルースリー、この位置です。並んで5番ダイワスカーレット、その横に天のアイポッド、すぐ後ろに天のアミーゴ、内からは金引きり、その外に天の世界に花、その後ろに天の小泉、並んで3番天の世界に花、内からはブラックキャビア、しんがりからゼニアッタ、前の方からもう一度。さあ勝負どころ、京都競馬場3コーナー、坂の上りに差し掛かりました。
坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。前は片野ポミョ、片野ポミョ後続を引き離します。2番手は金車差の奇跡、間を挟んでダイワスカーレット、3番手後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は片野ポミョ、金車差の奇跡、その後ろ離れてダイワスカーレット。4コーナーをカーブして、さあこれからです。金車差の奇跡先頭、外から勢いよく天野アイポッド先頭、残り 200m を通過して天野アイポッド意地を見せる。一気にオーケンブルースリー、オーケンブルースリー差し切った。オーケンブルースリー1着、2着は天野アイポッド、3着にダイワスカーレット。勝ったのはオーケンブルースリー、このレースを制したのはオーケンブルースリー。Thank you.